今回調子はいかがでしょう。今絶好調ですね。絶好調、はい、素晴らしいですね。古田さんはいつもタイガーさんを見てらっしゃるわけですけれども、はい、古田さんから見て普段と比べていかがでしょう。あのねタイガーマスクの普段の雰囲気というのはですね、非常に紳士ですね。やっぱりあのレスラー全般に言えますけれども、やっぱりリング上でですね 100% 以上のその闘争本能を燃やし方をして、そしてこのファンにアピールする、ファンを満たすということですから、リングをひとたび降りると非常に紳士、甘党でございまして、唐突に話がありますけども、もうお団子とかですねシュークリームとかチーズケーキが好きだというですね、本体猪木に怒られるというような場面がありますですね。これ非常に面白い。はい、それとお話もちょっと聞きたいんですけれどもね、せっかくここにこうやっているわけですから、はい、イブニングのファンのためにもですね、ちょっと素晴らしい技を一つ二つ見せていただけますか。素晴らしい技って言いましても、ちょっと広すぎて見せられないということでですね。ちょっと先輩です、申し訳ありません。じゃあ例えば斉藤さん、あの護身術なんか見せましょうか。例えばあの暴漢に襲われた時にタイガーマスクはどう対処するんだろう。自分から絶対喧嘩しません、正義の味方です。でもそういう時もし、ま、バンやむを得ずという時はどうするか、はい、私がごく一般のひ弱な人間でございますね、はい、普通はこう殴りかかっていくわけです、はい、ね、普通の人って。ちょっと行ってみましょうね。臭く倒れましたですけど、もう一回行ってみましょう。ちょっと足の動きもう一回見てください。いいですか。はい、これもどうしようもなくなっちゃってるんですね。目にも止まらぬ早業ですけど、早いでしょ。本当カメラさん覚えたでしょうか。解説するとあのパンチをポンと受け止めて同時に足が出ちゃうんですから、ね、これ真似しちゃダメですよ。真似しちゃいけないというなら見せなきゃいけない。俊敏なところが本当タイガーさんの、すごい運動神経ですから、はい、それからついでにですね、はい、もういっぱい聞いちゃうと思います、はい、タイガーさん、はい、マスクを取るという噂がありますが、今のところそういう予定は全然ないです。全然ないです、はい、それから恋人がいるのではないかという話もありますが、恋人は、適当に結婚の予定は、結婚の予定はまだちょっとまだです。ということはもちろん独身ということですね。独身ですよ、まだ。それから好きな食べ物は、今甘いものと言いましたけれども、ね、そうですね、ずいぶん猪木さんに叱られちゃうんだけど、うん、甘いの大好きです。それからですね、子供がですね、今もう強いタイガーさんみたいに強いプロレスラーになりたいという子供がとっても多いんですよね、はい、強いプロレスラーになるには子供のうちからどんなことをしておけばいいのか。まず好き嫌いをなくして、どんどん遊びまくりましょう。遊びまくる。あと勉強も大切ですよ。ああそうですか。なるほどね。自分が果たせなかったことをですね、子供たちに託してるというか。だから並外れてますので、あんまりタイガーさんのですね動きをそのままなんかこうふざけてやっちゃったら、これ大変な大怪我につながりますから、それはダメですよ。ダメですけど、僕の提案としてはですね、やっぱり基本的なトレーニング、タイガーさんのね、例えばレスラー全般に言えることです。そういうのを一つやると、こう体を鍛えることにはなりますよね。ちょっとヒンジスクワットなんか、ちょっとですか。まずこれなんか基本的です。足腰を鍛えるヒンジスクワットもレスラーの人たちの基本中の基本と言われてますね。それから例えば腕立て伏せなんかちょっと言ってみましょうかね。腕立て伏せですか。これなんかポン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 って手叩いて、これは普通の人にちょっとできません、ね、はい、あら、どういうことでしょう。だから縄跳びの三重跳びとかいろいろありますけれども、3回4回ポンポンって叩いちゃうんですか。できちゃうわけですね。だからそれを、ね、普通にやればいいんですよね。わかりました、はい、それではですね、サマーファイトシリーズにかける抱負の言葉を一言、はい、タイトルマッチもね、随分このシリーズは決まってるんで、それも2つ持ってますけども、1つも落とさない覚悟で頑張っていきます。新しい技が出るかもしれませんね。もう出していかないと追いつかれちゃいます。なるほど、期待してください。今日出るかもしれませんね。そうですね、それからですね、最後にタイガーさんから素晴らしいプレゼントがあるんだそうですよ。タイガーさんから話していただきます。はい、8月4日今のサマーファイトシリーズの最終戦です。その切符を皆さんにプレゼントいたします。うわ、いっぱい持ってますね。これです。素晴らしいですね。普通手に入りませんからね、これね。はい、